金子選手とは、私、前、ちょっと動画で出させていただいた、日本代表の選考会でお会いして、同じチームになって、すごくこう仲良くしてくれたんで、こういう風に話させてもらってるんですけど、僕は金子君、すごいレベルの高いプレーヤーと、本当に思ってるんですけど。どこにそのいわゆる、大学でも本当にトップレベルのトップの選手とその上の代表クラスの選手の、違いというか、そういった部分はどういうところを感じましたか？そうですね、基本的に選考会参加してみて、バッターに関して言うと、みんな考え方が軸っていうのがしっかりあって、おで、やっぱ打席入る時とかもやっぱ無駄なこと考えてなくて、シンプルに自分に自信を持って入ってるっていう印象が、その中でなんか狙ってたボール打ったぜとか、なんかそんな感じ聞くので、なんかちょっとレベル違うなって感じました。金子君でも思いました？思いました。はい。守備はそうですね、守備めっちゃ上手かったですね。いや、守備はみんな肩が強かった。思いました。めっちゃ思いました。強かった。取ってから早い。その辺見ると、テキパキしてるので。なんかプレッシャーはかかりますよ。大学トップのレベル持ってる金子君でも、ちょっとレベルが違うなっていうイメージ。全然違います。全然違った。全然違います。じゃあはどうですか？ピッチャーやっぱり同じ大学の、例えば、ね、他の強豪大学さんのメンバーもいてましたし、日本リーグのメンバーいてましたけど、対ピッチャーというイメージではどうですか？そうですね、やっぱりボールのスピードもそうですけど、やっぱ体感で言うとボールがうなってる印象があって、まさになんか自分の今までの感覚で打席に入っているのじゃ間に合わなかったので、ちょっといつもより早くタイミング取るとか、そういうのも試したんですけど、自在にボールを操ることができるので、やっぱすごいなっていう、その一言です。いや本当に、基本的にすごかったピッチャー2人と、金子君的すごかった野手、2人っていうのは、まず選手のどこがどうすごかったかっていうのを、体感としてちょっと教えてほしいの。じゃあまずピッチャーからいきましょう。はい、ピッチャーですごかった人2人、金子君的、別にその、そうあくまで主観で、独断と偏見でお願いします。それが2日目対戦したんですけど、高知の片岡投手、片岡育った、ライスがすごいっていうのを聞いてたんですけど、なんか自分の感覚で言うと、ボール2個分ぐらい上がってて、2個か、なんか、球筋見ていたんですけど、こうある程度上がるから予想して、上の方振ったのに、まだ下振ってたとか、そういう感覚だったので。なんか修正するのがすごい難しくて、あのライズはすごいなと思いましたね。確かに言ってたもんね、あの真後ろにファールがいって、まだ上かっていうおっしゃってましたもんね。だからその片岡投手のライズが、もう一人上げるとしたら、そうですね、高崎市役所の左ピッチャーの方、松本さん、すごい筋肉ファイル対戦したんですけど、2日目対戦した中で一番無理だなって。無理だな、どう無理でした？いや、なんかリリースポイントが見づらかったっていうのと、ボールに威力があって、確かに鉄
たれてるのかなって思ったり。ああ、なるほど。なんか。体重が乗り切ってるような、こう何でしょうね、爆発してるような、こうドーンみたいな、なんかこう、はい、そのイメージが、そうか、あの松本選手ですね、左ね、はい、じゃあ次は、じゃあ野手は、まあ、守備の方でもいいし、バッティングの方でもいいんですけど、野手2人ちょっと挙げてほしいなと思うんですけど、野手2人、はい、はい、やっぱ三重の桜庭さん、ああ、桜庭選手、サード、はい、サードのね、はいはいはい、代表選ばれてますね、はい、やっぱりこうバッティング、守備、走塁全部含めてやっぱクオリティが高い選手で、やっぱその声も毎回出してくださってて、めっちゃ思いましたね、はい、だソフトボールを純粋に楽しまれてるっていう印象もあって、なんか一緒のチームでやれて本当に楽しかったですし、いろいろこうガツガツ来てくださったので、うんうんうん、本当に勉強になった部分も本当にあったので、すごいなと思います。声かけとかもすごかったですもんね、はい、盛り上げてすごいみんなにこうハイタッチして回ったりとか。そしてもう一人に聞いてください。一人はあの神戸学院の大川くん、あ、あのアンダー選ばれた、はい、大川くん守備一緒にノック来てたんですけど、はいはい、身体能力化け物やな。おほうって十分化け。選ばれるだけの選手だなって、はい、はい、感じました。最後のところで言うと、あ、まあ、行く前と行った後っていうところで、まあ、外行った後でなんか変化とかありましたね、まあ、気持ちのところですけど。そうですね、やっぱりこう上のレベル経験して、まあ、その自分が経験したことをこうチームに還元できるっていうのは、まあ、しっかりこうこんな感じだよって伝えて、まあ、それを想定して練習に取り組めるようになったので、まあ、そこは、まあ、インカレに向けて、まあ、いい機会だったかなっていうふうに思うんですけど、まあ、個人としては、まあ、バッティングのところが大きく変わってて、やっぱりこう速いピッチャーに対しての対応の仕方だったり、もう少し指導を早くした方がいいとか、まあ、そういう気づけるポイントがいくつかあったので、まあ、そこが一番良かったっていうのと、あとシンプルにソフトボールがやっぱ面白いなって感じで、思いますよね、はい、その動画に撮れたんですけど、シンプルにあの空間って楽しくない、はい、な楽しいし、試合マイナスなことがあんまりないというか、はい、みんな盛り上げながら高め合いながらでも全員うまいみたいな、はい、あの環境は。でもこれちょっと伝わりづらいとは思うんだけど、そうですね、一前にちょっと無理言って Twitter の DM にいきなりね、あの、はい、あの金子君の方にごめん、ちょっと行かせてくれないですかって言って、去年はちょっと福岡大学さんに言わせてもらってるんですけど、まあ、僕もあの関西の大学やったんで、あの福大さんってやっぱりすごいな、憧れのチームやったんで、あの白地にエンジンかな、はい、ユニフォームで、あのすごい強いイメージだったんで、それもね、そういう一回出会いがあっての、まあ、本当にあのご縁というか、貴重な機会だったので、いや、今日も本当に楽しかったね、ありがとうございました。ありがとうございました。